はい、今回は群馬県で開催される穂高山スカイビュートレイル70キロの完走方法について。穂高山スカイビュートレイルは波雪ねと似たような大会、24時間で70キロを駆け抜ける。で、違う点は波雪ねのようにエントリー合戦がないこと、とあとはエイドが充実しているということ。コースだけで言えば穂高さんの方が大変だけど、エイドが充実しているので持つ荷物が少なくて済む。そういったところが波雪ねとの違いですね。開催時期も非常に似たような時期で、9月の連休、3連休で開催されるので、人によってはこれとスカイビューの後に波雪ねを走ったりしますね。累積標高も波雪ねと同じくらい、距離も制限時間も似たようなもの。ただエイドは充実しているので、むしろ食べ過ぎに注意ですね。美味しいものがたくさん出るので、そこは要注意です。で、スカイビュートレイルは2019年に開催されてから20年、21年、22年と3連続で中止となっています。で、スカイビュートレイルのような大規模で、そして長距離の大会としては必需品が必要となっています。支給されるナンバーカード、ココヘリ、あとは当たり前の携帯電話、保険証、そういったものですね。受付で実際に健康保険証で確認されます。ポイズンリムーバー、ファーストエイド、まあこのクラスではありがちな装備ばかりですね。人によっては改めて買うものは何もないかもしれません。私も買うとしてもポイズンリムーバーくらいですね。あとは全部揃ってるので、ライト、ザック背面用のライト、ザックの背面が反射で光るようになってたり、あとジェントスのライトだと後頭部が点滅させられたりするので、そういうのを工夫すると持ち物が減りますね。あとは電池、単三電池なのか USB 充電なのか、必要に応じて必要です。できればライトとかその他の充電するもの、スマホもそうだけど、ものの充電方法は同じ、統一した方がいいですね。で、ストックは使えますね。これは波雪ねと同じ、初めて70に参加するのであればストックはあった方がいいです。さっきも話したようにコース自体は波雪ねよりも大変なコースなので、ストックがあるとだいぶ楽になります。で、コースについては70キロはこのような感じですね。スタートからもうゲレンデを登っていく、ひたすら登りなのでとても走れないですね。一気に登って一気に下るというのが穂高山スカイビューの特徴で、スタート直後から苦しい展開になります。急斜面を登っていく、で一回下ったかなと思ったら今度は穂高山に向けて急登、直登ともいえる、一気に 1000m 付近から 2200m まで上がるので、ここはめちゃくちゃきついです。大会で一番きついところですね。ここはやっぱり前後ランナーも多少混み合うし、亀のような遅さになる、頑張りどころのですね、穂高山に登るまでは。ここでストックがあると非常に楽になります。登りは足だけでなく手でも登れる、手の力も使えるので、
私はシナノのストックを使って登りましたね。軽くて耐久性もあるし、折りたたみもできて、ザックにも付けられるということで使っています。概要欄にもリンクを貼っておきます。そこから降りてって、穂高牧場、あとはスキー場、この辺はまあマシの方ですね。そんな過酷なところではないです。で、片品高原スキー場過ぎると、もう標高1000メーター以下のところまで一気に降りますね。で、そこから、まあ地道に上り、下りを繰り返して、奥名穂高スキー場。穂高さんの大会は全体的に色が充実して、美味しいものがたくさん出るんだけれども、特にこの、オグナホタカエイドあたりからなおさら夕食といいますか夜食といいますか、ギリギリ完走を目指すランナーだと夕暮れから夜になる時間なので、その時間帯に美味しいものがたくさん出てきます。私の場合も大オグナホタカを降りたところですね。みんな穂高を降りたところあたりでエイドで結構休みますね。知ったね。一番休んだ時間帯が長かったのが小倉穂高さんのスキー場で、このようにチキンラーメンとカレーライス、これを2回食べましたね。いや、やっぱり走ってるとお腹も空くし、私はガンガン食べる方なんで、おかげで満腹になりました。でもこの時は夜になってましたね。夕方に到着したけど食べ終わって休憩したら夜になっていた。なのでここからヘッドライトをつけて進みました。で、その次のエイドなんかもこの赤倉の分岐ですね。第6エイドでもおにぎりが出たので、そこでも食べました。目に映るものは全部食べる。そんな感じですね。で、おかげで満腹で走れなくなったわけですが。で、そのまま進んでって、60キロ、65キロと進んでいきましたね。なので、エイドが充実しているので、あんまり荷物を背負わなくてもいい感じ。あんまり荷物はザックが膨らまないし、重くもならない。で、天の井山川ら川村までは街中を進むんだけど、ここがちょっと分かりづらくて、山よりも街中の方が迷いやすいぐらいで、ここでもうコースロスと30分から1時間して100人ぐらいは抜かされましたね。ここ街中の方がコースロストに注意です。で、そこを乗り越えると、あとは天の山を進むとひたすら下り、標高1100メーターぐらいからもう500メーター付近まで、あとは降りるだけなので、もうゴールしても同然です。で、制限時間24時間あるので、そんな焦って走らなくても十分間に合います。初めて出走して完走を目指すランナーは、ストックを持って適切な水分、食事を、あと休憩をとって進めば24時間には間に合います。なので一気に登って一気に下る場面が多いので、常に体力を温存しながら進みましょう。以上、スカイビュートレイル 70km の完走方法、
あとは筆記装備品等についてでした。チャンネル登録、あとはトレイルランニング大学のブログもよろしく。